神学研究家小林誠寛さんは、私たちにいいお話をたくさん教えてくださいました。多くの人が心が軽くなったり、命を救われましたという人さえいたようです。誠寛さんの本や DVD は今でも売れ続けており、その生き方を多くの方が参考にされているかと思います。そこで誠寛さんにお礼を言いたいと思っても、直接ご本人に言うことはできません。誠寛さんは2011年にご逝去されました。ですが、残された私たちに誠寛さんにできることがありますので、ぜひ最後までご覧ください。本当の親孝行とは、誠寛さんにこんな話をした人がいました。親孝行ができないまま親が死んだことに後悔している。確かに親がいなくなってしまえば、親孝行をしたくてもできないと考えてしまうのが普通です。ですが、それを聞いて誠寛さんは言いました。親が生きている間に親に何かしてあげることを親孝行というのではありません。本当の親孝行とは、親が亡くなった時から始まります。親が天国から下を見下ろした時に、ほら見てください、あれが私の娘です、いつも笑顔で穏やかに楽しく生きているでしょ、あれが私の息子です、いつも誠実で周りの人に喜ばれているでしょ、と親が自慢できるような生き方をしていくこと、それが最大の親孝行です、と誠寛さんは言ったのでした。誠寛さん孝行。後に誠寛塾師範代高島亮さんは言いました。誠寛さんへの孝行も同じです。誠寛さんへの孝行とは、誠寛さんに何かをしてあげることではありません。真の孝行とは、誠寛さんがあちらで自慢できるような生き方を僕たちがすること。誠寛さんの教えを大事にしながら、淡々と穏やかに誠実に生きることです。誠寛さん孝行はこれからです、と亮さんは言ったのでした。最後に、誠寛さんは私たちにいろいろなことを教えてくださいました。だからといって偉い人になりたかったのではなく、私たちと同じ目線で歩き、いつも笑顔が絶えない良き仲間といられたことをとても喜ばれたと聞いております。そんな誠寛さんが喜ぶ最大の孝行とは、やはり私たちが誠寛さんの教えを実践し続けること。そうすれば誠寛さんは天国から、見てください、あれが私の教えを実践されている方たちです、口から出る言葉は常に温かいものであり、笑顔を絶やさず喜ばれるように生きています、と喜んでくださるような気がします。ぜひ皆さんもたくさん誠寛さん孝行をして、皆様自身が幸せになっていただけたらと思います。本日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょうね。この動画を気に入って高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。